仮面ライダーアマゾンズのアマゾンズドライバーがついに届いたということで、開けましょう。で、なんで3つあるかっていうと、もうお分かりの通り、アルファ、オメガ、シグマ用に3つ買いました。僕が今回買ったのは、アマゾンズドライバーセットの方で、アマゾンズレジスターの腕輪付きの方ですね。それでは、開けましょう。やった。ついに、やっと遊べる。僕はアマゾンプライムで全話見ましたから、13話の最終回を見たのが6月なので、7、8、2ヶ月、最終回から待ちましたね。開けたい開けたい。オメガの文字が見える。まずは1個目出しましょう。おー!はるかはるか。はるか、おー!はるか!かっこいい!アマゾンオメガ。そして、裏返すと、ということは、おー、ジンさん、アルファ、アマゾンアルファになってて、アマゾンズの公式ページで使われてた特殊な書体が、外箱にも使われてて、デラックスアマゾンズドライバーセット。他の2つも同じものが入ってるんですよね。2個目、さらに3個目。で、このようにアマゾンズドライバーセットは3つポチったんですが、もう1個別便でアマゾンから荷物がたった今届いて、開けてみたらドン。あれ?アマゾン限定で販売されたデラックスアマゾンズドライバーの単体版も到着しました。いや、もう無意識に買ってたんですね。しかもパッケージが微妙に違ってちょっと明るめ。ただセットの文字じゃなくてデラックスアマゾンズドライバー。ではとりあえずセットの方を開けましょう。また詳しくは本レビュー動画を別でアップしますが、とりあえずは開封よ。せーの、ドン。さらにドン。おー、消えた。これだ、これだ。デラックスアマゾンズドライバーのこれがベースで、ベースこれがベースで、さらにベルトもおおよそいつも通りの形になっておりますが、ウエストサイズが大きいんでしたっけ?で、これがアマゾンズレジスターのベルトで、これだ!これだ!アルファ、オメガに光る。これがフロントパーツで、向きによって表情が違うんですよね。噂によると、シグマの音声も入ってるらしいんですけど、どうなんでしょうか?おー、すげー!本編でしょっちゅう出るやつ。なんかこの周りにあの黒いドロドロを置きたい。かっこいい!メタリック塗装とかもすごい綺麗で、この辺クリアパーツだ。さすがに発光とかそういうのはありませんよね。なんか赤くなったりとか、そこまでのことはなさそう。さらにこれがベルト止めで、ベルト止めもこんなかっこいいんだ。ええー。さらにこれがベルトパーツの一部と、まあ、あの武器も本編ではもっと特殊な形でしたけど、今回はおもちゃ用に少し形状が違います。これとこれが合体するんですよ。おー、すげー。あ、肉抜きだ。危なくないように軟質になってて、意外とボーイズ的な感じ。どうやった、あ、これか。抜いて、で、これこれこれ本体、これが本体、これが本体。入れて、単4電池も3本セットして、そして電源はここ、スピーカーはここ。では、電源オン。お、起動音。そして、ここにピン配列のセンサーがあります。これで、アルファとオメガと認識するような感じなんですかね。ここに何かロックパーツ的なものがあります。釣り目がオメガ。垂れ目がアルファ。まだ本レビュー前ですが、ちょっとだけ音鳴らしいですか?オメガでセットして、おう、ドン、ドン、重厚な大気音。で、ここを回すんですよね。いきます!アマゾン!あ!これ引っ張れば、引っ張れば取れるのね。で、ひっくり返してセットすると、今度は、アルファなのか。で、回すと、アマゾン。オーケー。シグマは?
シグマは？いや、わかった。これピンがここに1個あって、こっちの各片側で反応する感じですから、両方を押せばシグマって多分なるんですよね。こんな感じで両方で押さえて回すと、きたー。はい、OK。ちょっとこの辺も本レビューで詳しくやりましょう。やっぱり噂通りシグマ入ってる、3つ買ってよかった。もしかして入ってなかったら、まあでもあれか、今回4つ買いましたね。とりあえず OK です。やったー、めっちゃ楽しそうこれ。まあ拡張性はね、最近のベルトに比べればありませんが、なりきり度は高そうですね。ちなみにもう一個の Amazon で買った Amazon ズドライバーの単体版も開けてみましょう。内容としては多分ほぼ同じで、レジスターが入ってるか入ってないかの差だと思われます。外箱自体はサイズ変わんないですね。ちなみにセット版が定価がプレ版限定で8100円で、確か単体版が7000円ぐらいだったかな。はい、開けて説明書も開けると、やっぱりおよそ同じようなパッケージというか、内箱は全く同じで入り方が違うだけですね。ではこの後すぐに説明書を熟読して、一通りのギミックを確認してから本レビューをアップします。とりあえず音声は超絶かっこいいです。以上、仮面ライダーアマゾンズ変身ベルトデラックスアマゾンズドライバーの開封レビューでした。アマゾン